ある日、エンジェルスの大谷翔平選手が10日でパドレス戦に先発登板することになりました。しかし前回の登板時、彼の右手の指の爪が割れていました。大谷選手は爪が割れるという初めてのトラブルに直面していましたが、その実は信じられないくらいの奇跡が彼を待っていました。試合の前日、大谷選手は爪を見て悩んでいました。明日は大事な試合だ。どうすればいいんだろうと思いました。そこで、大谷選手は思い切って自分の爪を治すために地元のおばあさんのところへ行くことにしました。そのおばあさんはただのおばあさんではありませんでした。彼女は爪おばあさんとして街中から知られていました。その理由は彼女が持っている不思議な力。彼女の力を借りた人は爪に関する問題がすぐに解決したと言われていました。爪おばあさんの家に着いた大谷選手はおばあさんに爪を見せました。おばあさんはにっこりと笑い、大丈夫よ。これは特別な爪だから、私の力でなんとかなるわと言いました。そして、おばあさんは彼の爪に手を当て、何かを唱え始めました。ポリポリ、モリモリ、爪よ、元通りになれ。と、その時、大谷選手の爪がキラキラと輝き始め、瞬く間に完全に治ったのです。翌日、試合の日、大谷選手は、新たな爪で、パドレスとの試合に挑みました。そして、彼はその試合でノーヒットノーランを達成し、エンジェルスの勝利に大いに貢献しました。しかし、試合後の会見で、記者から大谷選手、今日の好投はどうやって実現したのですか?と質問され、大谷選手は、実は昨日、爪おばあさんに爪を直してもらったんですと答えました。記者たちは皆、びっくりしていました。なんとその答えに、会場は大爆笑でした。そして、最後に大谷選手は微笑みながら、でも、一つだけおばあさんに言われたんです。その爪で打ったボールは必ずホームランになると。なので、次の打席では、ホームランを打つつもりですと言いました。これには記者たちも驚き、それなら、大谷選手の打つすべてのボールが、ホームランになるのではないですか?と質問しました。その質問に、大谷選手はにっこりと笑い、それはその時の僕の気持ち次第ですねと答えました。この答えに、会場は再び大爆笑。それがこの話の一番面白い部分でした。大谷翔平選手の意外な一面と、爪おばあさんの不思議な力が、エンジェルスの勝利と大いなる笑いを生み出したのです。